でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。おはようございます。本日はおどんろ大阪公演2日目でございます。いい、よし、寝れたかしらって。まあ寝れたよ。いいね。お、明日のお昼行きますやって。お、大阪千秋楽じゃん。あ、おどんろ昨日行ったよ、後半泣きっぱなしやったって。ウェーイ。残り7回です。今日の2公演終わったら残り5公演。信じられない、ほんと信じられない。あ、今日見に行くよやって。嬉しい。皆さん見に来てくれるの、頑張れちゃう。あ、今日の夜公演見に行きますって。イエーイ。みんな大阪なのかな、大阪出身みんな。いやー嬉しい。いやー、あと7回いいだってさ、あと7回でさ、今日2公演なんですけど、2公演やって、明日大阪千秋楽1公演やって、あと4公演でしょ。で、高知多分1公演でしょ。で、だいぶ時間がさ、1週間ぐらい空いてさ、愛知で3公演でしょ。やだ、本当にね、時が止まってほしいってずっと思ってる、昨日から。本当に終わりが見えてきちゃった。あ、ごめんね。悲しいな。もうロスですねって、まあ、今に始まったことじゃないねんけどさ、なんなら稽古段階からさ終わってほしくないって言ってたからさ、あれなんやけどさ、ねえ、なんだろうね。今日もね、楽しく頑張ります。ロスになるのも久しぶりですねって。ねえ、ロスになるの久しぶり。
ね、いつぶりだろう。まあね、もちろんね、去年たくさん舞台やらせてもらってさ、とっても素敵な作品ばっかりと出会えたんですけど、稽古期間があんまなかったからね、ロスになる時間がなかったっていうのが大きいんですけどね。今回しっかりね、お稽古に参加させていただいてっていう風にできたので、寂しいなあ。もう別の舞台で出会えるさって、ねえ、会えたらいいよね。ダンサーさんの方が多いからね、おんじがいつもやってる舞台とかではあんまりあれなのかもしれない。そうね、まあでもとりあえず今日楽しむわ。朝ごはんは今日はサンドイッチ食べるんだ。お腹空いちゃった。そう。美味しいやつ美味しいやつ食べる。美味しいやつ秘密かいで、そう、秘密。うん、オッケー。なんかでもさ、久しぶりに2公演やってさ、ウェーってなってる
ちゃんと氷風呂にも昨日2回入ったからね。大事。今何時？分かったりする？18分、あ、まだ大丈夫だ。 Thank you。 Thank you。 ありがとう。東京も18分でした。あ、本当に東京18分？大阪もね、今9時18分らしいわ。あ、一緒なんやな。そっか、へえ。そっかそっか、同じか。偶然だねってね。偶然、そんな結構偶然あるね。ごめんね。ちょっと持ち方がさ難しいね。持てないな。今さらこうマイクの位置ちょっと変えてほしいんだよ。持って持てない。そこのだってさ、サイドにあるってことでしょ。じゃあ文字がここを持って塞いじゃうってこと。今塞いでる？今塞いでる？え？今聞こえてんの？え、これマイクじゃどこで塞いでるの？この辺？この辺？この辺？なんで聞こえてんねん。さっきと同じ持ち方してなんで聞こえてんねん。はい、これは聞こえてる？え？これは？問題ない。どうして？じゃあなんでさっきはマイクこれだってめっちゃがっつりいってるよ今。これでいいなら、じゃあここで持つわ。ここで持つわ。なんで聞こえてんねん。なんか甘いものみたい。最近さ、しっかりさ甘いものを摂取するようになってきてさ。そう、あのね、一緒にずっといるくるちゃんとね、りんちゃんって子がいるんですけど、そうそう、二人とも同い年でずっとそう一緒にいるんですけど、そう、その子たちが甘いものをしっかり食べるんですよ。で、そう、ご飯もね、いっぱい食べるんですよ。そうで、大西も
そう、それに合わせてあのね、甘いの食べたりするようになって、そう、合わせてっていうか別に気使ってとかじゃないで、あ、じゃあおにじもって言って、そう、一緒に食べることが増えたんですけど、そう、そしたら一人の時でも甘いの食べたくなっちゃって、甘いの何食べようと思って、差し入れもいっぱいあるからさ、そう、昨日もアイス食べちゃった。スタバとかも飲んでますもんねって、そう、前スタバ2日連続で飲んだ、バナ、25分ですよ、ありがとう。そろそろ終わっとこうかな、ちょっと準備して、じゃあそろそろ行ってきたいと思うので、ランキングの方を1位の方から長いな長いな、ちょっとなんか来る、なんか来る間にちょっと読むわ、もういくよ、いくよ、まず1位の方から、せーの、1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がなつきさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がゆまアットマークバタフライさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が、ルールズアットマーク8254512922522さん、ありがとうございます、イエイ。そして、9位がたかひろアットマークおめぐたましさん、ありがとうございます、イエイ。変わっちゃったね、もう一回読むか、いくよ。1位はぎはぎさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が、
ルールズアットマーク8254512922523、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がなつきさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がコバアットマーク大西洋さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がたかひろアットマークおめぐ魂さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がたかたかさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がかっきーアットマーク大西郡アットマーク元彼です、サイン会1時申し込み23時59分までさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がおやちゃん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、そっか、サイン会とかもあるので、よかったらぜひチェックしてみてください。お願いします。ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も舞台おどんろ大阪公演、今日は2日目2公演頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。みんなも頑張ってね。バイバーイ。